シームズ。これママかな？おー、これママで、あ、これこたつじゃない？こたつに入ってる。いいねー。なんか宿題やってんのかな？謝罪する。なんかしたのかな？結構仲良くなっときたいからね。ごっこ遊びをする。ごっこ遊び？お人形さんごっことかかな？ご両親は結構なんか、受け入れてくれてる感じがありますよね。で、お漏らししたらみっともないので、ちゃんと、これトイレでね、いいんだよね。ちゃんとトイレに行っといて、ちょっと2階を見せてもらおうかな。おー、はいはいはい。あ、なんか、ゆるキャラ。これさ、木漏れ日山がありますよね、これ。それのなんかキャラクターじゃない？木漏れ日のコモちゃんとかそんな感じですかね。なんて可愛いんだ、この虫のこれ。めちゃめちゃ可愛いな、見る。可愛いな。これが男の子か女の子かの部屋かな。これもなんかその、ゆるキャラのなんかあれかな。豚、イノシシかな。木漏れ日山のイノちゃんとか。そんな感じ？あ、こっちは男の子の部屋かな。これ的にね、こうサッカー的な感じで。どうした、どうした？ママと話してるな。てか、トイレ行きな。トイレ行っとかないと大変よ。解いてもらって、で、まあ、狙いはちょっとね、男の子なので、パパにもちゃんと自己紹介したかな。多分この二人、兄弟だと思うんだよね。で、座っといて、いっぱい話しときたいね。言葉通じてるのかな？あ、鍋がある。これ夕飯鍋ですかね。あ、いいね。整ってますね。さ、話せ話せ。仲良くなったかな、多分、お家に来て遊ぼうとかできないと思うんだよね。パパ、リュックというか、カバン持ってますね。あ、自己紹介してる。いいね、いいね。これで、仲良くなっとけば、もう、あれでしょう。幼馴染的な感じになれるんじゃないですか？レベルアップしました。関心事。この子も可愛いね。心からの褒め言葉。まあ、忙しいけどね。ごっこ遊びをする。キャンディーに熱中。好きなものとか聞いとけばいいんじゃないの？で、音楽の好み。相性を上げときたいからね。多分これ相性を上げるやり方としては合ってるんじゃないかなと思うけど、親への不満とかはちょっとやめといた方がいいと思うので、で、おっかさんにもちゃんとお話ししといて、一日明るくする。これ緑だね。この緑が出てきた時がもういいよね。すごいすごいもう 社交レベルが簡単に上がっていくんですけど、まあ、こんな大勢いるからかな。たくさんいる方が上がりやすいってあるんですかね。それかこういろんな人に適当にこう話を合わせてるから上がりやすいのか。ほらほら、すごいもんメーター上がってっちゃって。いいですね。やっぱね、ご両親にもね、好かれといた方がいいと思うので、もしかしたらここに住むかもしれないし、あ、それはないわ。あの家引き継がなきゃいけないから。息子をね、いただいていくことになるかもしれませんからね。すごい！ 6 になっちゃったよ。このママさん綺麗だね。すごい美人さんだな。で、ママにも話しといて、パパにも若干好かれてますね。若干好かれてる。で、話しといて。まあ、でもこの男の子と一番今のところ、相性いいのかな。まあ、狙ってますからね。もう狙って緑、やりまくってますから、褒め言葉、学校のこと話すとさっきなんか下がったような気がするんだよな。で、この三つ編みの子、双子かな？双子ちゃんとも仲良くしておく。おー、またもう、また上がりそうですね。緑でしょ？レベル7。これ、あれかな？すごく上がりやすくありません？たまたまかな？学校について話す。なんか持ってきてる。あ、眠くなってるな。ね、これ寝れるの？あ、うたた寝をするだって。ちょっとやってみよう。
アリッサは仕事。いいな、こたつ欲しいな。こうやってみんなで喋るにはこたつが一番だよね、きっとね。これはいいよ。まあ、一気に仲良くなれなくても、ある程度仲良くなれば多分家に呼べると思うので、それが狙いだね。うちにも来てもらいたいし。あ、寝てる。あれかな？でもこういう時であんまり上がらないんですよね。回復しないんですが、両親二人とも仕事に行ってる。いいね、いいね。一人でもちゃんと出かけられるようになってますね。動物について話す。あ、起きた起きた。起きたらもう、機関銃のようにね、喋りまくる。なんて喋る子なんだろうってきっと思われてるだろうな。はじめましてでいきなり来てさ、こたつ入ってさ、人んちのパン勝手に食べて。どういうしつけしてんのって思われちゃうかもしれないけども、まあ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 。野球好きのこの子と。8になっちゃったよ、これ。すごいね。大人はいいんだよな。とりあえず子供とちょっと話してほしいんだけどな。でもある程度話したら、もう8時だな。さすがにお泊まりするってことは多分できないと思うので、寝る場所がないからね。なので、まあ、そうね。小学生だし、10時ぐらいになったら。10時ぐらいになったら帰ろうかな。まあ、初めて会って半分ぐらいこう、友好度が上がったのは、まあいいんじゃないの？秘密共有書おもちゃについて話して、まあまあこんだけ話せば、いいでしょう。同じことばっか聞いてるけどもね、秘密をね、打ち明け合えた中は、もう、なんと新一ですからね。これで、ふざける、今日のことを聞く、さらにまた秘密を、共有しといて、よし、今回はこれでいいかな。帰りまーす。帰りましょう。お父さんお母さんにね、怒られるかもしれないからね。さすがにこう遅く、あんまり遅くまで外に一人で行っちゃまずいとは思うんだよね。あ、靴だね。なんか下がってるぞ。もい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 。やばいやばいやばい。下がるぞ。下がるぞ。半分ぐらい行った？大丈夫かな？お家帰りましょう。やりすぎは要注意だね。やりすぎはダメ。しつこくしすぎるのはダメ。いやー、このマップ初めて来たの嬉しい。人ん家行っただけですけども、初めて足を踏み入れましたね。二代目が。いや、ゆっくり見たいわ。まあ、少しずつね、他にもいっぱい行けるところたくさんあると思うので、行きたいですね。はい、さっきですね、ビクトリアが家に帰ってきたんですけども、そしたらこんな文章ができました。ベイリーココナッツの長い人生が終わろうとしています。多分、身辺整理しましょうだと思うんですけども、え、もうそんなに行ったと思ってパッと見たらですね、はい。もうね、また私93日、90日生きられるなんて思ってたんですけども、また見方間違ってまして、もうこのメーター行ったら、ココナッツくんの、人生がですね、もう、終わりを迎える頃合いとなってしまいました。いやーなんか、あっという間だったのよ。25分で仕事なんですけども、まあお風呂入っといてもらって。うわ、早いなー。で、アリスちゃんは一方どうかと言いますとですね。まだ、あと7日ですけど、7日でおばあちゃんになりますけども、ちょっとなんかさ、あれだね、早いな、みんな。まだ余裕はあるといえど、もう7日でアリスちゃんもおばあちゃんになるし、ただ、あっという間に、ビクトリア一人ぼっちになっちゃうと思うんだけど、これさ、あと11日でしょ？まあ、おばあちゃんになって、ティーンにはなれんのかな？声裏返っちゃった。ティーンにはなれるんですかね？実際のところさ、これ子供一人になったらゲームオーバーとかないよね。そこがちょっと不安なんですよね。うん。親がいなくなっちゃったらどうなるのかなっていう。なんだっけ、家政婦さん一緒に住んでくれないかな